はい、どうも、ナオトです。今日もキラキラダンサー、今日のゲストはこの人です。お願いします。はい、浅野です。浅野お願いします。来ちゃった。来ちゃいましたね。じゃあまずちょっと浅野のダンススタイルもまあみんな知りたいだろうし、いろんなこと知りたいと思うんだけど、まず俺と浅野の関係、言葉にしていい？例えば浅野が事件に巻き込まれましたと、うん、ねね、で浅野は私をやってないと言うとすんじゃんね。そしたらあのもう証拠は全部上がってるんです、浅野なんです。だけど俺は浅野をやってないって言うんだったらやってないんだ浅野はって信じれる人です。紹介の仕方やばい。嬉しい、嬉しい。本当に今日 あのゲストは浅野です。浅野です。お願いします。俺と浅野はそのもうね10年以上の付き合いなんです。あれ当時専門学生だよね。そうです。専門学生の時の浅野がなんかたまたま俺のレッスン来てくれて、結構通ってたよね。え、通ってました。だよね。2年、うん、3年ぐらい通ってたのかな、うん、2、3年通ってましたね。俺もレッスン終わりに浅野と2人でいつも踊ったりしてて、それすごい楽しみで、よく踊ったよね。踊りました。だから浅野はその当時からやっぱヒップホップにしても何にしても上手いん だ, だヒップホップの時はめっちゃパワフル感出すじゃん。そんで今のスタイルの時のジャズってかもう浅野スタイルなんだよね。いろんなものがもう交わってて浅野スタイルできてるんだけど、その時のなんかパワーの入れ方とヒップホップ踊る時の入れ方はちょっと違うよね。違いますね、うん、全然違う。違うんだけどそのパワフルっていうかなんつうんだろうな、気持ちがこもってる感じは一緒なんだよね。じゃあもう小3からだから今ダンス歴どのぐらいなの？小3って何歳だ？小3、8とか9じゃない？8から今25なんで。もう25になったの？いや17年目です。すごい、17年もダンスやってんのって思うじゃん。俺25年やってるいや25年ですよ浅野。俺ももう中1、中2あたりからなんかちょっとまあそんなガチでやってるわけじゃないけどさ、妙にまねっていう時代 SNS はないからさ、うん、そうそうそう。17年は結構すごいよ。でもその若さで17もやばいよ。確かに、うん、25年って私が生まれた時からやってるって。あ、だそうだね。おい大先輩だぞお前じゃあまだまだだ。いやまだまだじゃない、ずっとやっぱその見てきて、なんで見てきたかってやっぱ俺がさリリカルナイト33の時に始めたのね。それが今9年目なわけよ。もう1回目からこの間のリリカルナイトまで28回とかかな。この人全部出てます。解禁賞、解禁賞です。だからそんな人いなくてマジで。確かに。そうそうそう、いないいないいない、うん、ある日も浅野からもらった LINE がすごい連絡がめちゃくちゃ嬉しい時あって、どうしても出たいんですけどやっぱ今回時間が厳しいとかさ、いろいろあったじゃん。前から決まってるスケジュールもあるだろうし、なんだけどこの時間だったらいけるんでって出てすぐ帰っちゃうけどすいませんっていう時もあったし、それでも絶対俺浅野いなきゃ嫌だからつって言って出てくれてんだよね。どっちもなんか出なかったら多分、うん、見に行っちゃうかも。悔しくて、いや一応痛いなみたいな嬉しいよ。いや結構ほっこりするのが余談だけど、リリカルナイトの司会のトカゲ、うん、トカゲも要は浅野と一緒でずっとレギュラーでボリューム1から出てくれてて、その浅野とトカゲもなんか普通におう浅野とか言ってるのとかってダンサーとやっぱ接点あんまないから話すみたいないじゃん、うんうん、ね、怖いいかついラッパーさんだし売れてるしさ、なのに浅野となんかちょいちょい話してんのがめっちゃいいんだよねいやマジで だそのぐらいもう巨匠に入ってんだよ。いや超安心するんですよトカゲさん。いいよね。でサンクスギビングって言って深夜の方もさ、もちろん全部出てます。もちろんすごいよ本当に本当にありがたいよね。いや決まるのが早いんですよね。あ、まあそうだね、うん、俺はね空いてるって言われて確認して、うん、もう一発目に入れるから、うん、多分出れるっていう
いや、俺結構パンって言うもんね、すぐ。しかも元気とかじゃないよ、朝の久々に会ってなくても、これ何日か何日、これ時間ないと、これ何日サンクスギビングよろしく行けるみたいな。私も行けます、お願いしますだけ。一見ドライな感じなんだけど、会うと実は本当に俺、多分朝のとっても俺パパだと思うし、俺もなんか勝手になんか娘みたいな、うん、なんか安心した感じ で今日も収録、朝の来るってなってんだけど、構えることもなく、なんつうんだろう、キラキラダンサーだよ、もちろん今がやっぱ旬で一番イケてると思う、本当に心から思ってるしなんだけど、ああ浅野と今日話せるのかってのが強かったかな俺は。まあ俺ともレッスンもさ、そんなまず来なくなったりして、でもリリカルナイトで会ってたり、どっかでやっぱ絶対挨拶してくれるし、仲はいいじゃんずっと。で、例えばナオトナンバーを出してますって時って、浅野絶対見てくれてんの俺の。見てます。なんかで、なんか一言必ず、ハスさん今回あそこやばかったみたいな、なんかくれるんだよね。あれ嬉しく、いつも嬉しいんで実は、うんうんとか言ってんだけど、うん、ありがとうなとか言ってんだけど、めちゃくちゃ実は浅野、なんか他のやつに言われる構成が、なおさすがやばかったとか、お前らわかんねえだろとか あったりうるせえみたいになってんだけど、俺ね、イベント会場ではやっぱリリカルサンクスナオトってのがあるから、浅野から言われるとめちゃくちゃ嬉しくて、実はナンバーのメンバーに、浅野めっちゃ褒めっすよとか言っちゃってるからあるよ。アシベわかるでしょ、まあ、いつものカメラマン編集アシベが仲いいじゃん結構。なんかアシベが俺に、なんかさ、浅野のはもう黙らしたら勝ちなんでみたいな、なんか要は浅野が踊ってて、なんか黙らしたら勝ちって足部に浅野がなんかそんなようなニュアンスを言ったんだって。 それを聞いた足部が、あの足部ってあんま人に対して何も思わない、足部がだよ、浅野かっけってで俺に言ってきたんだよマジで。いやでもその通りだと思って、